よし、今日もいい天気だな。たっちゃんはね、たっちこって言うんだ、本当はね。だけど、だけど、だけど、バナナって呼ぶんだよ。かわいいね、さっちゃん。バナオくん、まーちゃん、今の歌、どこで聞いたの？うん、さっきその辺にいたおじさんが教えてくれたんだよ。他に何か言ってなかった？なんか女の子の話はしてたような気がするけど。大変なことになったぞ。どうしたの？さっちゃんっていうのは大きな鎌を持った化け物のことなんだよ。それが関係あるの？さっちゃんの噂をすると、噂を聞いたその夜にさっちゃんがやってくるって言われてるんだ。じゃあさっちゃんに会えるってことだね。いやいやいや、バナオくん、そんなに面白い話じゃなくて、さっちゃんは鎌で手足を刈り取って狙った人を殺しちゃうらしい。じゃあ私たちは今夜殺されちゃうってこと？一体どうしたらいいの？さっちゃんの唯一の弱点はバナナって言われてるんだけど、この村にバナナなんてないしな。ああ、バナナね。じゃあどうしようもできないのかな？バナナの絵を見ただけでも逃げていくって言われてるんだけど、バナナの絵を描くものもないしな。こうなったらこの村に近づけないようにセキュリティを作っていくしかないかもしれない。それなら夜が来る前に急いで作るのだ。さっちゃん知ってるよっていう君はチャンネル登録高評価で教えてね。とにかくね、さっちゃんがやってくる夜までにもう時間は残されてないから、僕たち急がないとな。どうにかしてさっちゃんを村に近づけさせないようにできないかな。うん、おいらにいい考えがあるよ。ちょっと外に出て。外に出たらいいの？なんだろう。こっちについてきて。はい、わかりました。こっちだよ。ここに何かあるの？ここ。え？なになに？もしレバーがあるから引いてみて。お宝箱って書いてあるな。引くよ。うん。えい。何かチェストが出てきたぞ。中には。おいらが頑張って食べた TNT だよ。すごい、これはバナくんのへそくりじゃないか。うんうん、これだけたくさんの TNT があれば何かセキュリティを作ることができるかもしれないね。バナくんはこのへそくり TNT をどうしようと思ってたの？これで街中ぐるーっと回ってぐるーっと囲んで。よし、任せろ、僕にいい案がある。ついてきて。オッケー。僕の家の中に、うん、間伐板、これを使って地雷を作ろうよ。おいらもそれと一緒だと思ってたよ。それなら時間もないし急いで作るのだ。よし、それじゃあとにかく村の周りを掘っていこう。悪い、出発だ。これだけ大量の TNT 地雷があれば絶対にひとたまりもないぞ。どこに掘ればいいのかな。うん、そうだ、この辺から掘っていっちゃうよ。うん、2マスを掘っていって、こんな感じでね。で、TNT をここにこんな感じでこうやってね、セットしていったらいいんだよね。うんうん、その上に、うん、カモフラージュするための火を乗せていきます。うんうん、いいぞ。そしてさらにこの上に間伐板をこんな感じでね敷いていくと、もう踏んだら爆発しちゃうから気をつけてね。よし、これで TNT 地雷の完成だよね。うん、これで村をまずは一周していこう。よし、それじゃあ二人にこの間伐板と TNT を預けておくから、ちょっと作業を進めておいてもらっていいかな。まるー。カッシー君はどうするの？このままだとちょっと危ないから、必要なあれを取ってくるよ。わかった。よしよしよし、二人大丈夫かな。これこれ、これを TNT 地雷の周りに敷いておけば。バナ君、まーちゃん、お待たせ。そっち押すどう？こっちは結構いい感じに埋まってきたのだ。遅かったね、カッシー君。何取ってきたの？実はね、こいつを探してたんだよ。このフェンスをこうやってこうやってつなげておけば、もし誰かが近くに寄ってきても踏まずに済むでしょ、間伐板を。うんうん、なるほど、これならバナオくんもミスしないのだ。安心したよ、オイラ。これで村人さんが間違って踏むこともなくなったね。そういうことです。それにサッちゃんが入ってくることもできないよね。うん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 、それじゃあ夜までもう時間もないし急いで一周するのだ。行くぞー。おー、よし、これで村一周すべて TNT 地雷で囲うことができました。うん、じゃあお昼ご飯にする？いや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 、も
もしかしたらさっちゃんが入ってくる可能性もゼロじゃないから、まだ不安だよ。うん、そうだな。それなら僕たちの村にはたくさんのカボチャがあります。だからそれを使って最強の用心棒を雇おうよ。用心棒？うん。何のこと？ああ、わかったよ。お、わかった？さすがバナオくんだね。よかったでしょ？え、何それ？違うの？面白くないぞ、バナナ。おお。最強の守護神、アイアンゴーレムを召喚するっていうことだよ。なるほど。でも私、鉄持ってないけど。大丈夫大丈夫。ちょっと僕についてきて。実は僕の家に隠しチェスト。この中にこんなにたくさん僕の隠しアイテムがあります。鉄インゴットがたくさん入ってるね。おい、誰だ今、盗んだやつ。あ、バレちゃった。返しなさい。ごめんなさい。この鉄インゴットを使って、まずは作業台でこうやって、これで鉄ブロックができました。これをたくさん作って大量のアイアンゴーレムを召喚するんだよ。なるほど。それが守ってくれそうだね。よし、これだけたくさんできたぞ。あとは村のカボチャを回収すればアイアンゴーレムを作ることができるから、早速カボチャを収穫しに行こうよ。頑張るぞ。夜まで時間がないから急ぐのだ。でもこれだけたくさんのカボチャとたくさんの鉄ブロックがあれば無敵のボディーガード軍団が作れるんじゃないかな。よし、それではカボチャを収穫し終えたので、早速ね、アイアンゴーレム召喚していきましょう。よし、行くぞ。まずはこんな感じでこうしてこうして、よいしょ、用心棒アイアンゴーレムの完成。この調子でどんどん作っていこう。よし、頑張るぞ。お、あれ、うん、パノ君どうしたの？待って待って、見て見て、ん、アイアンゴーレムが召喚されてないよ。本当だね。なんで？アイアンゴーレム、あ、バナ君、人の話を聞いて。どうしたの？一回聞いてもらってもいい？アイアンゴーレムは鉄ブロックの周りに他の何かが当たってると召喚されないんだよ。俗に言う無駄遣いってことだね。そういうことです。どうしたらいいんだろうか。こういう時は一度こうやってカボチャを回収して、もう一度、えっ、こんな感じで。おお、あ、怒られてる。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。間違えちゃダメってことだよ。気をつけるよ。これで残り僕は鉄ブロック4つとカボチャが最後か。よし。バナオくんとマーちゃんはあと鉄ブロックとカボチャいくつある？僕なくなっちゃった。私は鉄ブロックがこの4つで最後なんだけど、カボチャが足りないのだ。おいらも鉄ブロックがあと4個とカボチャが1個かな。ないのかなって、バナオくん！ん？このかぶってるカボチャ、よこしなさいよ。忘れてたよ。お気に入りだったのに。ありがとう、バナナ。バナオくん、帽子もかぶってるのに、カボチャもかぶっちゃって、おしゃれだな。うん、これが傘ねぎってやつさ。よし、これで最後の1個、できた！よし、これで最強の守護神、アイアンゴーレム軍団の完成だ。いっぱいできたね。村全体守れてるか、ちょっと見てみたいのだ。それじゃあ、オイランチ行ってみる？え、バナオくんの家？うん、見晴らしがいいよ。行ってみたいのだ。ついてきて。初めて招待してくれたな。うんうん。あ、今。え、どこが家なの？ここだよ。え、この家だったの？そう。おー、すごいな、この家。これぞ本場ツリーハウスじゃないか、バナオくん。かっこいいよ。すごいアイアンゴーレムの数だね。でもさっちゃんは幽霊だし、見えないかもしれないよね。ああ、夕日っていつも美しいね。そんなこと言ってる場合じゃないのだ。もう日が沈んできてるよ。そうだな。それならもう時間もないし、僕たち自身が隠れれるような秘密の地下シェルターを作ろうよ。ゴーゴーポッピーズ。あ、ついでにこれを持っていく？ん？何？これやる隠し食料。うわー、え、バナオくんが今までずっと貯めてた食料、みんなに分けてくれるの？うん、いいよ。ありがとう、バナオくん。めちゃくちゃ助かるのだ。困った時は助け合いだからね。それじゃあもう時間もないし、急いで地下シェルターを作ろう。よし、ポッピンズの友情パワーで、なんとか今日乗り切るぞ。レッツゴー。よし、それじゃあ、
僕の家の中にさっちゃんにバレないような秘密の地下通路と頑丈なシェルターを作っていくぞ。まずはこうやって穴を掘っていって、よし、だいぶ深く掘ってきたし、この辺りでいいかな。ここを広げていけばいいの？そうだな、僕たちがここに潜伏して、少しの間生活できるぐらいのスペースは欲しいな。なら割と広めにしないとだね。でもとにかく僕たち時間がないし、ここだと外の様子がわからないからな、急がないと。いい調子、いい調子。頑丈な石に囲まれてるから大丈夫だね。そうだね。石に囲われていれば、さっちゃんも鎌で掘ってくることはできないと思うから、安全かもしれない。確かに。でもところどころ砂利とかもあるからな。ここを今掘った石に変えたらいいのだ。確かに。天才かよ。これだけ大きなシェルターなら、しばらくは生活できそうだね。あとは最後に、バナオくんがね、分けてくれた大切な食料を、ここにしっかりと入れておこう。大事に食べようね。これならしばらくはここで生活できるね。そうだね、1ヶ月くらいは生活できるんじゃないかな。よし、それじゃあ随分時間も経っちゃったし、一度外の様子を見に行こうか。よし、行ってみよう。レッツゴー。ふぅ、外の様子はどうだろう。まずいな、だいぶ暗くなってきてる。夜だね。よし、それじゃあバナオくん、このかまどの中のアイテムを抜いてみて。どうでいいの？すごいのだ。このかまどの中にアイテムを入れない限りはここは絶対にバレないから、さっちゃんにはわからないと思う。これで作戦は完璧だよね。完璧だね。さっちゃんがそろそろ来るかもしれないよ。よし、それじゃあ急いで装備を整えよう。まずはこのダイヤモンドを使って、ダイヤモンドのヘルメット、ダイヤモンドのチェストプレート、ダイヤモンドのレギンス、ダイヤモンドのブーツ、まずはこれを装備しよう。ありがとう、ガーシーくん。ありがとう。二人とも急いでそれを着て。これなら安全に身を守れるね。でももし目の前にサッちゃんが来たらどうしよう。剣で戦うのは危険だから、弓矢を使って遠距離攻撃で戦おうよ。近づかなくていいから安全だね。これならさっちゃんが来てもなんだかなるかもしれない。ん？一体何の音？なんか嫌な予感がするな。ちょっと外の様子見てみようよ。え、もしかしてあれって、鎌を持った怪物、さっちゃんだよあれ。うわ、こっちにじわじわ来てるよ。笑ってるのだ。でもあれだけたくさんの TNT を仕掛けてるから、きっと安全なはずだよ。踏むぞ踏むぞ。おおおお、あっ、やったぞ。今さっちゃんが吹っ飛ばされてるの見えたぞ。ことは私たちの調理なのかな。どうなったかな。近づくの危ないから、オイランチから見てみようよ。ナイスアイデア、行ってみるのだ。不安だね。でも倒せたような気がするよね。飛んでた気はするけど。あれだけの大爆発だったからな、絶対大丈夫だよ。どこにもいないな。倒せたのかな。え、あれはサンちゃん。うわー、ピンピンしてるよ。ゴーレムの元へ行ってるけど、一体何をするつもりなのだ。嘘でしょ。弓矢で応戦だ。え、待って、ビクともしてないぞ。どうしたらいいの。とにかく撃って撃ちまくるんだ。こっちに気づいたよ。でもここなら安全だ。まずい、逃げろ、二人とも逃げて。危ないよ。急いで地下シェルターに入ろう。なんとか地下シェルターの中に逃げることできたぞ。怖かったね。ここまで来たら安心かな。一安心一安心。ええ、うわ、嘘でしょ。ここは石でできたシェルターだよ。うわ、来てるよ。なんでここに入ってこれたの。うわ、もう終わりだよ。ここまでか。あ、バナナ。え、バナナってそういえばオイラ。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録高評価よろしくね。